デルタテリディウムあるいはデルタテリジウムは中世代白亜紀後期に生息した小型哺乳類。哺乳孔から後、獣下綱デルタテリディウム名デルタテリディウムか。俗名のデルタはギリシア文字のデルタであり、三角形の葉の形状から。頭骨長約4センチメートル、体長約20センチメートル。当時としては比較的大型であった。剣士は発達し、 その子根は一本であった。また、三本の小球子と四本の大球子を持つ。植生は、おそらくは肉食であったと推定されている。小動物などを捕らえていたと推定されている。この化石は、ジョージ・ゲイ・ロード・シンプソンらの調査隊によって、モンゴルの白亜紀工機の窒素から発見された。その種列を調査した、結果、大球子は強速に棚上部を持つことが判明している。 これは、有体類に似た特徴であったが、もう一つの有体類の特徴であるその辺縁に並ぶ、小特器は持っていなかった。当時は、アジアの白亜基地層から有体類の化石が発見されていなかったこともあり、当初は、魔獣類に近い系統と推定され、食肉目へとつながるパレオリクテスの系統と位置づけられた。しかし、第九子は3本まで確認されていたが、 小さいながらも4本目が存在することが明らかになった。これは有体類特有のものである。が、これも第4小球子が第9子化したものと解釈された。また、1973年、ポーランドの調査隊によって発見された標本の骨盤に全地骨が存在することが報告された。しかしこの時も、この生物は、 魔獣類と有体類の文化が不明瞭な原始的な生物であるとされた。しかし1994年、明らかに有体類の特徴を持つアシアテリウムが発見され、アジアにも有体類が分布していたことが明らかとなった。結果、デルタテリウム及び禁煙種の系統の見直しが行われ、初期の有体類とされるようになった。こうした新たな発見から、有体類の起源は、 アジアであるとする説も提唱されている。ありがとうございます。